ハリーポッターの話になっちゃうんですけど、はい、もうざっくり言ったらセブルス・スネイプっていうどっちかわからん動きをしてるやつがクザンで、コビーっていうのが丸眼鏡で額に傷があるからおそらくハリーで、闇の帝王ヴォルデモートが黒ひげみたいな感じで組めていく中で、この闇の帝王を一番レベルで信奉してるやつがいて、はい、それがそのバーティー・クラウチ・ジュニアってやつなんですけど、はい、がおそらくこのカリブになってるっていう話があったりして、じゃあバーティクラウチジュニアが何をすんのかってなると、闇に対抗するやつになりすます、まあ、闇払いってやつになりすますとか、はい、闇の帝王を復活させるのを助けるとか、はい、なんかそんな感じがあるんで、ここでまあ船に乗るというか部下になるかならんかまだ微妙な感じで描写されてますけど、はい、乗るのは確定かなっていう。なるほどなるほどなるほど。まあでもな、物語的に熱くなるのはやっぱりこれ乗せてほしいからね。黒ひげが古代兵器の2つの情報を絶対にゲットしてほしいからな、なんか物語が大きく動くためにはね。もうハリーポッターの流れみたいなのかな、黒ひげが最後どうなるかとかまで分かったりすんの、そこに当てはめられてるんだったら。単純に分かるとしたらコビーが黒ひげを倒すっていうところですか。ああ、なるほどなるほど、最後はってね、単純なやつ。なるほどなるほど、それもそれで見たいな。あともう1個だけあるとしたら、はい、その黒ひげの血筋っていうのが出たじゃないですか。はい、黒ひげの血筋、あれをサターンが特別な血筋っていう風に表現して、じゃあサターンにとってマイナスな血筋ではなさそうっていう、例えばロックスとかばっかにやったらおかしいこと言ってないかみたいな。特別っていうことはポジティブな印象がある言葉だもんね。確かにね、ポジティブ要素。そうなると、まあこれもハリーポッターなんですけど、スリザリンっていうなんか悪い系の寮があるんですよ、学校に。ヴォルデモートっていう闇の帝王はスリザリン自身の血を引いてるんで、まあそれも800年前ぐらいにできた寮なんで、イム様の血筋じゃないかなっていう、僕はサラザール・スリザリンっていうのがイム様になってるんじゃないかっていうのを思ってる。あー、だからイム様の血筋ってことなんだ、黒ひげ。と思ってますね。あー、すごい。そうか、だから特別な血筋。お前、息子のてめえ、世界を狙うとか言うんじゃねえぞっていう、なんかイラつきになるって話だもんね。なんかちょっとした。そうですね、息子って、うん、本というか末裔というか、はい、後を継ぐとか継がねえとかそういう話じゃもうねえんだもんな、多分イム様の席っていうのはね、空の玉座っていうのはもう永遠にイム様が座っているべき椅子っていう話なんだもんな、はい、多分それを取ろうとしてる、しかも息子が取ろうとしてるって、これイム様に知られたらこれとんでもないお怒りになるぞみたいなね、わかんねえけど。はい、なるほどなるほど。じゃあ一個だけ話していいですか、すいません。全然。いや、その線でちょっとと妄想ありきの話なんですけど、ベガパンクの映像が流れてるじゃないですか今。はい、まあ、デボンが侵入したってことは分かった。で、僕はおそらく地下でベガパンクと接したヨークがデボンが化けてるんじゃないかとか。はいはいはい、見ました見ました見ました。とか、まあ、どっかのタイミングでデボンがベガパンクに触れてるんじゃないかとか。はい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 。で、デボンとオーガはおそらくエッグヘッドを散策した上で、その映像のことも知ってたとしたら、ルフィっていうのは多分世界をぶっ壊す流れになるとして、はい、で、対する黒ひげは、そんなことせずに、誰もイム様のことなんて知らんねんから、告げ替えようとしてんじゃないかっていう。これが一番逆に言うと手っ取り早いっていうか、イム様とかご老星周りを消したら、もう告げ替えれる状態にある。なぜなら隠されてるからっていう。いやとしたら、あの、今流れてるベガパンクの映像が、デボンが真似して適当なこと話してる映像になってるっていう。ああ、それすらすり替えてる可能性もあるんだけど。まあそうだね、黒ひげ目線からすると確かに、イム様がいることとか世界の真実みたいなの別に知らないなら知らないまま俺が成り代わればいいじゃねえかって話だもんね、世界の王に。そうなんですよね、最も近道っていうのは。いや、あの動画も田脇さんのやつ普通に面白かったな。あのカツンカツンっていうさ、ヨークがあの出てきた衝撃のあのページのところ、はい、あのカツンっていう効果音が吹き出し違うところ指してんじゃねえかみたいな、1階と2階みたいなさ、で遠距離から打つね。あ、おそらくオーガーが打ち抜いてて、そうだね、脳天ピンポイントで打ち抜いてんの、あれヨークがそんな射撃技術持っている匂わせもねえから、はい、あれは結局オーガーが上から打ち抜いてヨークになりすましたデボンがあそこに登場してたんじゃないかみたいなね。はい、精査もちゃんとしてたじゃん、ここのヨークは本物、ここのヨークがデボンで、はい、ここのヨークはまた本物でみたいな、こう精査もしてたから、
めちゃめちゃ面白い動画だったから、はい、昨日ぐらい出した動画だよね。そうですね。今最新にある動画です。はいはい、はい。いや、ぜひともチェックしてみてくださいっていう。うん、そうなんですよ。そうすると、まあ僕はリンクキャラとか好きなんですけど、はい。黒ひげとリンクしてそうなキャプテン黒。はい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 。っていうのが、海賊を辞めて、自分は死んだことにして、カヤの屋敷を乗っ取ろうとしてたっていう。はい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 。うわー、熱っ。この構図が、イム様とか世界政府をぶっ壊したりせずに、もうそのまますげ替えるだけ、自分がトップになるだけっていう、状況に被れるかな。なるほどなるほどなるほど。うわー、それ熱いね。だカヤに当たるのが、イム様になるのかな、そうなると。そうですね。はいはいはい。なんかそこは結構熱いんだよね。なんか黒の10本の爪とかも、なんか10人の巨漢船長の縮小版みたいな感じもするじゃん。いや、なんか熱いんだよな。黒ひげと黒のつながり、俺もそうじゃねえかと思ってるから、うん、そう言われるとすげえ納得できるわ。キャプテン黒はルフィに阻まれたけど、失敗と成功っていうリンクがされるじゃん。アラバスタは国取りに失敗してるけど、ドレスローザは成功してるみたいなね。はい、ああ、確かに。だから、キャプテンクロも失敗してるけど、黒ひげは成功するみたいなね。なんかそんな感じ考えられる、うん。世界の王にはなるんじゃねえかなと思うけどね。俺も空の玉座に黒ひげが座るのは、もう確定だと思うけどね、はい、ほぼね。いや、めっちゃ見たいっすよね、それ。めっちゃ見たいよな、そこはな。あの、20本の剣を抜いて。抜いて。団体の海賊でいいんだよな、俺も。そして黒ひげが。で、オーディンオマージュ完成だろ、そこで。いや、ちょっと想像は、止まりませんけど。まあそのベカパンクのね、心電図が切れたから作動したわけですけど、はい、心臓止まったからって言ってまだ死ぬわけじゃないんで、はい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 、死なない可能性も全然あるな。そうだね、ここがどうなるのか、うん。さあ、レラユキさんご意見ありがとうございます。自分たちがニカを復活させたりしたのに、この島は不都合に満ちていると言ってる。仕事のできない無能性や10本の志願とか格好つけてたのに、巨人族にあっさりとやられる中将、無能すぎて政府海軍側は何しに来たんですか。かっこキザルには同情するのでカウントなしと。赤髪海賊団や革命軍、黒ひげ海賊団と戦ってもそんなに追い詰められる気がしません。ドラゴンが警戒していた神の騎士団は相当強いと思いますが、他の無能性も圧倒的な力を持ってないと、無能というのは払拭できないと思います。かっこ無能生の中でナスジュロー生が一番好きなので、頭脳も戦闘力も凄まじいといいですが、定数的に他のゴロー生との戦いは他の海賊団とかが裏で戦いますかね。敵は強くあってほしいみたいなね。それは私もレライキさんと同じですね。こっから先の島々で、島々って言ってももう残り少ないと思いますけども、エルバフでロードポーニグリフの情報を得たら、あとラフテリ行くだけだからね。他の島に寄る必要がないよね。で、小田先生はジャンフェスで、ルフィたちはおそらくあの島に行くでしょうと、行かないルートも考えましたが行くでしょうと。で、そこではあれの奪い合いになると思います。これはまあ、ほぼほぼ最後の一個のロードポーニグリフだと思って、いいような気がしてるんで、あとはラフテルに行くだけというね。そんな状況で、今までのように七部会と一人一人戦っていくみたいなさ。次はアラバスタに行ってクロコダイルと戦って、その次はトラジマエネルとかスリラーバークでモリアで、そこで七部会に連戦があってとか、新世界経てトグラミンゴっていう七部会でも強い方のやつと戦って倒してとか、なんかそんな感じで五老星がサターン星が出た後に5人ともなんか次の島ではこの五老星、次の島ではこの五老星みたいな戦いになるかといえば、絶対にそうはならなそうな感じはしますね。他の五老星との戦いは他の海賊団とかが裏で戦いますかね。そのサターン星だけでもいいような気がするんだけどね。別にパンクハザードとかでもベルゴとモネっていうのが、あとシーザーとかもまあドフラミンゴファミリーのやつらみたいな感じだったけど、先に2人のね能力とか強さとかが分かって、で後からドレスローザに行って、そこでドフラミンゴファミリーの強さとか能力っていうのがドーンって明らかになるみたいなさ。そんな感じで先出しでサタン星がたまたまエッグヘッドに来て能力がなんとなく見えてきたけど、後の4人っていうのは世界を巻き込む巨大な戦いの時に一気にドーンってお披露目みたいなのでもいいような気がするよ。別にちょっとずつ明かされたり、他の海賊とナスジュロー星が絡まなくても別にいいと思いますけど。奪い合いは古代兵器の可能性、うん、そうだね。あれの奪い合いは確かにあるね。古代兵器の可能性もね。私の予想としてはそんな感じで考えてますっていう話ですね。エルバフでロードポーネグリフ最後の一個、ヒノキズの男がサウロで、ロードポーネグリフの情報あるいはロードポーネグリフそのものを持ってると。